もボブホーナーです違うか、吉田サラダです。ウィラブスワローズということで、7月22日ヤクルトスワローズ対広島カープ2対4で負けちゃいました。悔しいですね。もう勝ったと思ってたんですけどね、土俵際まで追い詰めてたんですけど、最後の最後にねバーって打っちゃられましたね。悔しいですね。ライアン小川投手ね、ナイスピッチングだったんですけども、まあまあね、村上選手のエラーからちょっと流れが向こうに行っちゃったかなっていう感じですよね。それにしても秋山選手よう打ちますね。いやー、嫌な選手がカープに入りましたよ。こっからね、後半戦とかも、秋山選手が入ってきたらカープ強くなるなと思いました。ちょっと要注意だなと思います。そしてですね、まあまあまあ梅野投手がねちょっと心配、マクガフ投手はねまあまあこういう日もあるかなと、仕方ないなと思うんですけど、梅野投手がねちょっと最近心配だなと、一発打たれすぎてるかなとか思っちゃいますよね。だからね、まあこのね、あと2試合やったら、オールスターっていうのがね、ちょうどいい時期かもしれないなと思って、今の時期にね、ちょっと宿題いっぱい出して、もらっといた方がね、短い夏休みですけど、その間にね、ちょっとね、そこを改善してもらって、後半戦に備えてもらいたいなと思います。だからね、広島3連戦、まあ、初戦落としてしまったんで、もう、それは勝ち越したいですよ。あと2連勝して勝ち越してね、前半終わりたいんですけども、まあ2戦のうちね、1戦取れたらいいかなと、そのぐらいの余裕を持って、まあね、宿題を見つけるみたいな、課題探しみたいなね、感じで、まだ全部が全部戦力が戻ってきてるわけではないですからね、今のうちにいいとこも見つけて、悪いとこも今のうちに修復できるように頑張るみたいな感じがいいんじゃないでしょうか。元山選手とか坂口選手とか古賀選手とかね、今日もマルチ打ってくれましたし、試合出てなかったメンバーがね活躍してくれてますから、ヤクルトスワローズの層をねもっともっと厚くして圧倒的勝利待っております。まあまあ今日は仕方ないかなと思ってます。明日ね、明日勝って楽にしてほしい。原樹里投手頼みますよ。明日よろしくお願いします。本日は以上です。ゴーゴースワローズ、村上選手明日頼みますよ。やり返したってください。